今日ネットでも配信いただいて1000人見てるんですね。よろしくお願いします。ありがとうございます。ブルータスお前もかって言葉がありますけど、石破茂お前もかって感じじゃないですか。同説2000人超えましたか。ありがとう、頑張ります。ありがとう。10月15日から16日にかけて JNN による衆議院選挙2024のインターネット調査が行われました。序盤の情勢調査では各政党の議席にどのような変化が見られるのでしょうか。早速見ていきましょう。 JNN の調査によると、自民党は議席をおよそ30減らし、2009年以来15年ぶりに衆議院で単独過半数を割り込む可能性があることが分かりました。また公明党も小幅に議席を減らす可能性があります。ただ自公では過半数を維持する見通しですとのこと。果たして石丸氏から、まあ、結論からいくと玉木さん好きになりましたと言われた玉木代表、風を起こしたいと選挙では各地を移動し演説を行っている最中ですが、では国民民主党はどのような結果となっているのでしょうか。見ていきましょう。野党では立憲民主党は議席を40近く増やす可能性があります。また日本維新の会と共産党などは議席を減らす可能性がある一方、国民民主党は大幅に議席を増やし、れいわ新選組も議席を増やす可能性がありますとのこと。なんと序盤の調査ですでに国民民主党は大幅に議席を増やすとされています。この調査を選挙 .com がグラフで解説していますので見ていきましょう。2024年10月ハイブリッド意識調査ということで、衆院選の比例投票先はそして何を参考に投票するというところをメインアジェンダとして取り上げていきたいと思います。早速なんですけれども、こちらご覧いただきましょうか。次に行われる衆院選の比例代表でどの政党政治団体に投票したいと思いますかという設問になります。じゃん、ご覧いただくと、まあ、若干減少しているところも見受けられたり。そうですね、はいはい。まあ、これ毎月比例投票先我々調査しているということがありますので、その前提でご覧いただきたいなと思うんですけれども、まあ、自民党が前月に比べて、まあ、若干下がりで、まあ、立憲とかはまあ横ばい、ほぼ横ばいのような状態で、はい。でそれに対して、まあ、若干上がっているのが維新、国民と、あとまあ電話調査で少し令和とか、それ以外の政党もいくつか上がっていると、まあ、こういうような状況です。で全体通して見た時にやっぱり分からないっていうのは、選挙近づいてるんでさすがに減っていきますよねと、そんな結果になっています。うん、コメントもありがとうございます。例えば国民が伸びているねとか、維新上がっているねとか、それぞれの政党についての意見もありますね。そうですね、はい。これまずちょっとやっぱり選挙結果どういうふうにつながっていくのっていうところが皆さんの関心事だと思うので、まあ、この先月の比較じゃなくて、その2021年、我々やっぱずっとやってるんで、その2021年の岸田内閣が発足した時のこの、まあ、解散ありましたよね、あの時の調査と比較をしてみると、はい、自民党が比例投票先で当時 33.1% だったんですね、電話で。はい。でそれが 30.8% っていうふうになってるわけですが、ちょっと下がっていると。そうですね。で立憲民主党が 21% だったんですけど、今回は 23.4% になってるから上がってるわけですよね。でさらに、まあ、維新が 9.0 だったっていうことは、はてなんで、まあ、あまり変わっていない、うん、で、それに対して、国民が 2.6 だったものが 3.5 になっているとか、はい、あとは、共産が、8.2 だったものが 7.6 になっているので、まあ、ちょっと下がっていると、まあ、ほぼ横ばい。で、令和が 1.4 だったものが 2.6 になっている。あ、そうなんですか。こんな感じ。あとはその他、その他ですね、これポイントです。その他が 2.1 から、はい、まあ、3.7 とかにまあ増えていると、うん、まあ、いうような感じになってるんですよね。ですから、まあ、何が言いたいかというと、自民党が2021に比べると下がっている。立憲と、国民とか令和、この辺は上がっていると。あとはその他が上がっていると、いうことが全体の大きな流れの中では、まあ、捉えられたと思います。
でその他に含まれるのでなんなんていう話なんですけど、はい、多分日本保守党が、議席の獲得の可能性というのは一定考慮しなきゃいけないような状況なんではないかなと思います、はいはい。まあ、この流れというのはやはり、裏金の問題を引きずっているというような捉え方なんですかね、まあ、そうですね、はい、そうだと思います。あとは、まあ今申し上げた国民とか令和とかいわゆる立憲国民令和が特にこの非自民のトレンドの中で一定追い風を受けている存在であるということもまた共通する傾向として言えます、はい、まあ、したがって、まあ全体の選挙の情勢というのを捉えるとしたらば、まあ、そういうあのことが言えるということですね、はい、そしてあこれ私も見ました。選挙 .com の比例投票一番伸びて 5.4 になってるんだよ。 5.4%、うん、これあの維新と立憲が今 7.0% ですから、うん、それに次ぐ投票以降野党でいうと、ね、人数少ないのにね。いやーこれなかなか、いやだから、ね、ちょっとねあの風っていうか微風は吹いてきてるかなと思うんですけど、うん、微風を微風で終わらさずに、今日入れて12日間でねあのやっぱ風巻き起こしたいなと。いやでもね風が起こるときって私もたった2回しか候補者やったことありませんけど、うんうん、この12日間でしか起こらないんですよね。まあね、あの、うん、特にうちみたいにちっちゃい政党って平時にはほとんどあの地上波にも乗らないしね、あの何やってもあの無視されるけど、この12日間はなんていうかな、こうドアが開くときなんですよ、うん、窓がウィンドウオープンなんで、うん、ここでしか初めて見てくれないんで、もう見てくれるときは行くよみたいなね。まあ、だから放送、ね、各社も報道各社も全党公平に扱わなきゃいけないから、今までは私たち立憲民主党ら野党5党はとかって、うん、そのらの中にいるら族だったんですけど、うん、ら族からやっと、ね、脱却できるのがこの12日間なんです、うん、なので、今ようやく知っていただいているら族からの脱却をしている今、うん、この12日間しかやっぱりねあの風を起こせないし、やっぱり、ね、公営掲示板がバーンって立って、まあそうね、でこう街宣車がぐるぐる、うんうん、あの走って、あれ選挙始まったんだってニュースとか見ない人ね、新聞とか読まない人って知らないんですよ。そんな中でやっぱりあのニュースサイトにもいっぱい出てきて、あ選挙かと、でうーんどういうとこがあるのかなっていう時にやっぱり我々ら族の出番ということですよね、うん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 、そういう分ラ族にめちゃくちゃ反応してるんですけど、みんな裸じゃないよ、ひらがなのラだよ。ちょっとね私の言い方が悪かった、裸じゃないです。ラ族っていうのは立憲民主党ラって書くでしょ、あの新聞とかねテレビもやっぱ尺取りたくないからラの中に私たち押し込めるんですよ、私たちラじゃないのに。で私たちがだからいろんな政策でいいことを言ってもなかなか政策でニュースになるって少ないんですよ、大体みんな政局なんですよね。まあそうね、そういう部分で今まで、なかった我々の裸族が、はい、今表に出てきたというところです。いかがだったでしょうか。国民民主党は候補者が少ないにもかかわらず非常に良い伸びを見せているようです。そんな国民民主党、その勢いは党首である玉木氏が15日に行ったライブ配信では、視聴者からいただいたスパチャが111万円となり日本第2位という結果に。そして16日の大宮駅での街頭演説では当チャンネルでもライブ配信を行いました。また配信中どんどん増えていく視聴者に興味津々な玉木代表、非常にたくさんの反応をもらいましたので一緒に見ていきましょう。はい、皆さんこんばんは。国民民主党代表の玉木雄一郎です。なんかこうやっぱり選挙になるとこう緊張感と高揚感と何とかしなきゃいけないなっていう思いが改めて募ってきます。今日ネットでも配信いただいて1000人見てるんですね。よろしくお願いします。ありがとうございます。さて改めて今回なんで選挙してるんでしょうね。700億から800億お金かかるんですよ。それはご存知の通り自民党のいわゆる裏金問題、この裏金問題で政治に対する信頼が落ちて、というか岸田さんの支持率が落ちて、このままだと選挙勝てないからトップを変えて顔を変えて選挙やり直そうということですよね。まあ一言で言うと自民党の自民党による自民党のための解散総選挙になっていませんかね。で私はせっかく選挙するんだったら争点明確にしてやったらいいと思うんですよ。まず一つ、
自分の懐を豊かにする政治家を選ぶのか、それとも国民の皆さんの懐を豊かにする政治家を選ぶのか、それをしっかり皆さんに選択していただく選挙にしたらいいと思っています。まず私ね、もう今一部の国会議員が受けている税制上の恩恵を全部剥奪したらいいと思っている。それはもちろん私たちもそう。例えば私が10分間党首討論で石破新総理に聞いたんですよ。ご覧になった方います？私の10分間の、ありがとうございます。見てない人は玉木チャンネルに10分上げてますからね。あ、続きは SNS でお願いします。はい、で見ていただくと分かるんですけど、私まず聞いたのは政策活動費ね。これ今回問題になりました。政治活動に使ったっていうけど証明がない。で1円も税金かかんないんですよ。でも何に使ったか分かんないのは、結局何に使ったか分かんないんで、堀井学さんはサウナに行くのに使ってたんでしょ。こんな政治活動でも何でもないじゃないですか。それはこういうことがいっぱい行われてるんですよ。でそのお金を2000人でありがとうございます。はい、そのお金を今度は昨日から始まった選挙に使うことなんてまさかしませんよねと聞いたら、使うって言ったんですよ。公認されると自民党だと2000万ぐらいお金公認料もらえるのかな。それが入ってこないからそれ厳しいけど、でも使い道を明らかにしなくていい政策活動費で裏から2000万渡したら一緒なんですよ。でそのことを検証できないし、本当に無所属の、ね、今回非公認の議員に厳しい処分をしたかどうかは少なくともお金の面では全くわからないですよ。私はね、これ邪推と言われるかもしれんけど、まあね、一部この非公認にするときにささやいたと思うんですよ。裏で政策活動費で公認料相当額渡すから今回は無所属で頑張ってくれと言ってる可能性だって否定できないでしょ。だから私は石破さんに、もうそんな不透明なお金を使ってね、まさか選挙するようなことはもうやめましょうよと言ったら、使うって言うから、ああもう石破さんもダメだな、ブルータスお前もかって言葉がありますけど、石破茂お前もかって感じじゃないですか。石破さんが自民党を変える前に石破さん自身が変わっちゃったからですよ。だからやっぱり選挙で変えなきゃダメです皆さん。じゃあだったら自民党がダメだったら野党は何をしてくれるんですか。どういう政策で私たちの暮らしや生活や日本を豊かに強くしてくれるんですか。それを聞きたいと思っている人は多くのほとんどでしょ。私たちも気をつけなきゃいけないのは批判だけで終わってしまう、それでこの選挙を終わらせちゃダメだと思うんですよ。だってもう自民党はけしからん、政治家にはけしからんこと分かってる。でも多くの野党がそこで止まってしまうんで、でも私たちはその先行きたいんですよ。国民民主党は、あ、国民民主党です。怪しいものではございません。皆さんよろしくお願いします。大宮の皆さん、もう何回も何回も大宮来てね、ありがとうございます。あ、ここで拍手をもらえると思いませんでした。ネットの皆さんもよろしくお願いします。はい、同説2000人超えましたか。ありがとう、頑張ります。私たちは今回の政策の柱にこれ書いたんですよ。手取りを増やす経済政策ね。賃金は結構上がってきました。ただ賃金上がっても今よく聞かれる声は、結局税金と保険料で全部持っていかれるので手取りがちっとも増えてないじゃないか。その通りなんです。だから私たちは手取りを増やす具体的な経済政策をやりたい。減税と社会保険料軽減と電気代、ガス代、ガソリン代下げたいんです。これだけでも随分違いますよ。でそんなことを言うと真面目な人が多いので、いや玉木さん、減税なんかしたら今日本は1000兆円も借金があって国の財政厳しいからそんなことやったら破綻するでしょうって私に言ってくる人がいるんです。それですごくみんな真面目だからそういう心配するんですが、結論から言います、全然心配ないです。今年の8月実質賃金は3ヶ月ぶりにマイナスになりました。それに伴って消費支出もマイナス 1.9% マイナスになりました。あらゆるものが去年に比べて民間の経済は落ち込んでるんです。一つだけ上がってるものがあります。何か、国の懐ですよ、税収ですよ。今年の8月の税収は去年の8月の税収に比べて増えてる。いくら増えてるか分かりますか皆さん。 25.8% も増えてる。2割以上増えてるんですよ。この中で給料が1年間で2割増えた人います？僕今までね、こう全国回って演説して1人も会ったことない。2割増えた人、国だけですよ。
国の懐だけ2割も増えてるんですよ。それは皆さんが賃上げ、インフレ、円安、いろんなことで物の値段が上がったりしてますけど、その最大の勝ち組が国になってるんですよ。でもね、私たち国民民主党が考えを3000人ありがとう、政治の役割って何だと思います？皆さん、プライマリーバランスを黒字にすることですか？いや、いいんで、それは国の財政が健全になることは私は全然否定しない。ただね、順番があるんで、政治の役割は国の懐を豊かにすることじゃなくて、国民の皆さんの懐を豊かにすることが先じゃないですか。ここ間違っちゃダメなんですよ。で、今それを間違ってわさばさわさばさ税収は増える、プライマリーバランスはもう来年黒字ですよ。黒字、もっと皆さんは豊かになれます。もっと幸せになれるんですよ。そのための政策が欠けてるんです今。だから私たちはまず所得税の減税、そして実質賃金がプラスになるまでは消費税を 5% に減税して一律の税率にしたい。そうするとインボイスいらなくなるから、仕入れ税額控除の計算が8だ10だ計算分けなくていいんで、もう暗算でもできるから、インボイスいらなくなるので、中小企業小規模事業者は負担がすごく軽くなりますよね。私税の専門家なので、こんなの当たり前に気づくんですけど、全くやってこなかったんですよね。私は皆さんの暮らしに直結する税制の話をしてるんです。社会保険料をもっと下げられます。高齢者医療制度ね、必要なところは必要なんだけど、無駄を見直す。例えば薬だって、私もそうだけど、お医者さんにもらったやつ、薬局でもらったやつ、飲み残していっぱいあるよ。あれが本当に必要な時必要なだけちゃんと管理して提供することができれば、医療給付費は下げられるし、その結果皆さんの保険料だって下げられるんだよ。こういうことを一個一個ちゃんとやっていくことが、今までできなくてほったらかしになってここまで来て、それでお金が足りません、じゃあ増税させてください、社会保険料上げさせてください、いくら賃上げしたって全部吸い上げてるじゃん国に。で、今言ったように国は一人だけ、ね、1年間で 20% 以上税収増えてうわうわですよ。違うんだよ、やることが。誰を豊かにするか、国庫の国の懐じゃなくて、あなたの皆さんの国民の懐を豊かにする、そんな政治に変えていこうじゃありませんか。皆さん、私はまだまだちっちゃい政党、国民民主党です。ちょっと夢があるので1個言っていいですか。21議席我々が衆議院で取れば、単独で衆議院に法案提出できる権利が得られるんです。前回11議席だった。だからこれは絶対抑えたいんだけど、なんとか21議席にギリギリまでなんとか近づけて、1議席でもね。そうすると単独で法律を国民民主党として出すことができるんで、政策実現可能性がぐっと上がるんですよ。だから2枚目はまあどっかよく分かんないなと思ったら、迷わず国民民主党と書いてください。で、よく分かんないなと、選挙区総会行ったって国民民主党いないよねという人が、友達とか家族いたらね、2枚目は迷わず国民民主党と書いてもらえれば、手取りが増えますから、おかしな税制が変わりますから、力貸してほしいんですよ。私たちに力を貸してくれれば、政治と金の問題を決着つけると同時に、皆さんのための税制に変わっていく、その力を国民民主党に与えていただきたいし、それは皆さんの力なんですよ。皆さんの一票なんですよ。皆さんの一票で一緒に変えたいんですよ。もうね、一部の政治家だけ得するような、そんな税制やめましょう。国民のための税制に変えていくために、手取りを増やす経済政策、国民民主党に皆さんの力をお貸しください。ありがとうございました。頑張ります。ありがとうございます。ありがとう。ただいまの。じゃあまた来ます。頑張ります。よろしく。ご視聴いただいた皆さんもありがとうございました。4万1000人。すごいね。どこのチャンネルなの？さすがだね。日本スパチャ2位おめでとうございます。これ2位だったの？日本で2位です。マジ？ありがとう。なんかそういうのって分かるサイトもある。また乗らせてください。まだ行きますか。だんだん盛り上げていくから、ありがとう。助かったありがとうね。ありがとう。いかがだったでしょうか。玉木代表は画面の向こうの視聴者に向けてもしっかりと気遣いを見せていました。まだ衆議院選挙は始まったばかりですが、玉木代表の演説は日に日に
進化しているように感じます。話の内容が国民目線で分かりやすくなり、演説の途中でも、ありがとうございます、頑張ります、と支援の声に応え、場を盛り上げる姿が際立っています。真剣な政治の話をしているにもかかわらず、現地で聞いていると楽しいと感じられる雰囲気が漂っており、こうした点が人々に期待感を与えているのではないでしょうか。さて、まだまだ衆議院選挙は始まったばかりです。この先、各政党がどのような戦略でこの選挙戦を戦っていくのでしょうか。政治が大いに盛り上がることを期待します。皆さんはどう思いましたか？よければコメント欄で意見をお聞かせください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。I want you, baby,